ノブゴロドは、ロシアの北西連邦管区、ノブゴロド州の州都。人口は21万人。入り目にことそこから流れ出るボルホフ川に沿って位置する。ロシア最古の都市であり、中世のノブゴロド公国の首都であった。1992年に、ノブゴロドと周辺の文化財として、ユネスコの世界遺産に登録された。名前を訳すと、新しい街の意になり、 ロシア国内には同盟の都市が複数あるため、1998年以降の公式名称は大ノブゴロドである。他のノブゴロドで有名なのはニジニノブゴロドである。ボルホフ川とラドガコノブゴロドとコンスタンティノープルをつなぐギリシャへの交易のこの都市はノブゴロド公国以前のルーシュと呼ばれる人々によって建国されたというルーシュ化国の中心的都市で、 救命は、ホルムガルドと呼ばれていたと言われている。この都市は、考古学調査により、860年代か870年代に、火災によって消失しており、その後再建されたという。開かれたのかがいつかは正確にはわかっていないが、杉氏歳月の物語によると、854年か859年と言われている。862年スウェーデンバイキングのノルマン人。 ルス族が主張流陸に率いられて、ノブゴロドを占領し、スラブ人を征服してロシア最初の国家を建設した。コンスタンティノープルに近いキエフが政治の中心になるに従って、ノブゴロドは商業、工業に優れた独自の自由都市へと変遷していく。名目上の長として外部から公を招きつつも、大主教や都市貴族を中心とした。 民主共和生態が敷かれており、公が大主教や都市貴族たちの意に沿わなくなると、自由に罷免する権利を有していた。1240年、モンゴル帝国が侵攻し、キエフが怪人に返す中、運よく侵攻を免れたノブゴロドは、その後モスクワが、ロシアの歴史の表舞台に登場するまでの間、ロシアの中心都市として機能することになる。 ハンザ同盟の外交施設である召喚が置かれ、ドイツ商人たちが農産物や毛皮の買い付けにやってきた。1478年に、ノブゴロド公国は、モスクワ大公国によって併合された。この頃には、モンゴル帝国の支配力は弱体化し、モスクワ大公国のイヴァン三世は、サーリの称号を使い始めた。イヴァン三世は、 ノブゴロドの商人に重税を課したため、モスクワとの関係は、次第に悪化した。1570年、この時代のツァーリである、イヴァン4世により、超全体における粛清が行われた。当時のノブゴロドの人口の1割にあたる、約3000人もの住人が拷問の末虐殺されたと、され、死体は、氷の浮いたボルホフ側に行きされた。その後何日も流され、 ラドガ湖の底は、おびただしい意外で、厚い層をなしたと記録に残っている。1598年のヒョードル一世の死後、ロシアでは大動乱という内戦が起こり、1611年に、ノブゴロドは介入してきた、スウェーデンのグスタフ・アドルフに占領された。そして同年、ザーアリ不在のロシアに、スウェーデン王子、カール・フィリップがノブゴロドにおいて、ザーアリに選出された。 しかし、サーリは、ロシア全体では認められず、自称に止まり、スウェーデンで国王が代替わりした後、1617年に撤退した。1703年、ピョートル一世は新首都サンクトペテルブルクの建設を始めた。これ以降、ロシアの商業の中心は、サンクトペテルブルクとなり、ノブゴロドは一地方都市となった。1862年、 流陸即位千周年を記念して、ロシア千年記念碑が市内中心部に建立された。ノブゴロドはロシア建国の地と目されており、最初の首都とされている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。